こんにちは、親父の家のジジイです。2024年度第1弾はこの文政古板金を見ながらお話をしていきたいと思います。この文政古板金というのは文政2年から文政11年、1819年から1828年、金の含有量が559、銀が441、重さが 13.07g です。わ、薄っ。これは2年前に買いました。生涯で本物の小判を持ってみたい。へそくりから捻出して妻にバレないように、届いた品はすぐにしまってあまり見ることもありませんでした。この小判は貨幣協同組合の鑑定書、こういうのですね。これもあり、ちゃんとした古印章から購入したので偽物ではないと思います。こうして眺めるとイメージよりもちっちゃ、薄です。これを100両こう束にしてお代官様に届ける、そんなシーンが浮かびます。今だったら100両が数千万円、それをそーっともらって、お主も悪よのうと言いたいです。この 2,3 年旅をしていないので、今年は旅したいと思います。年に 4、5回、そのくらいは行きたいです。その資金を作るために1月から3月までまた働きに出ます。旅の代金を稼がなくてはなりません。 YouTube の今年の夢としては VTuber にチャレンジしてみたいです。昨年も1本作りましたが、まだまだ未完成です。それから皆さんがやってるライブ配信というやつも1回チャレンジしてみたいです。まあ VTuber にしてもライブ配信にしても何にもわからないので、そのやり方を学ぶことで脳が少しは活性化するんじゃないかと思います。いつ倒れて、いつ体が動かなくなり、いつ死ぬのか、もうわからない年齢になってきました。老人、一人暮らし、まずは健康に生きなくてはならないと思っています。
本年もよろしくお願いいたします。お主も悪よのう。行ってみて。バイバイ。